お兄ちゃんの結婚式そっちのけでね帰ってきちゃったんですけど、代表選手のオーラはすごいな。唯一ザキローニさんに声をかけられたのはもうその時だけやったんですけど、もう朝からやっぱり髪の毛もねバチッと整えて、ワールドカップでも素晴らしい成績をね収められるんじゃないかなと僕自身は確信してますけどね。あの森脇選手の持ち味の一つっていうと、あの右サイドでかけ、あの上がっていっての切り返して左足みたいなシュートが、はい、僕すごく好きで、はい、ありがとうございます。で本当に練習して積み上げないとあれできないなと思っていて、はい、本当ですか。はい、はい、なんか練習でなんかその心がけていたことっていうのはどんなところを心がけて左足練習してました？いやもうとにかくファーのゴールマウスにボールを入れる、もうそこだけを意識してやってます。ごめんなさい。あ、大丈夫です部屋のピンポンが、あ、大丈夫ですよ、あの出ちゃっても。あ、一回いいですか？あ、大丈夫です、はい。これ、あれか、すいません、はい、玄関の前置いてください。はい、お願いします。ごめんなさい、完全プライベートな、はい、すいません、はい、どうです、左足ですよね、はいはい、本当にもう練習の時から、とにかくファーにゴールマウスを外さないキックだけっていうのを心がけてましたね。まあ本当にね、シュートっていうのは入る時は入りますし、入らない時はなかなか入らないですけど、でもやっぱり枠を捉えないとゴールには吸い込まれないんで、とにかく枠を外さずに狙うっていう、そこはもう心がけてはいましたね。あとはやっぱり切り返した時に自分の周りでシュートを打つ、まあもちろん試合になればね相手も来ることがあって自分の周りでシュートを打てないっていうのがほぼほぼあるんですけど、まずはもう基礎的なところで、自分の周りでしっかりとしたシュートを打つことができなければね、相手がたとえそこにプレッシャーをかけたとしても、いいシュートは打てないなっていうふうに思ってるんで、まあとにかくしっかり自分の周りになったら枠には絶対に入れられるようにっていうのは意識してましたね。はい。森脇選手というとやっぱりまず最強のサンフレッチェ広島ユースの一員だったっていうところで、はい、僕はちょこっとコツンっていただけなんですけどね、本当にすごいメンバーが揃ってましたね、あの時は。本当に当時の本当ユース界は広島を中心に回っていたと言っても過言ではないぐらい強いチームでしたよね、うん、あれは。そうですね、本当に森山芳郎監督に親分がねものすごくいい親分で熱血感だったんで、まあ選手もそれに引っ張られて日本全国からものすごい選手たちがたくさん集まってきてたなっていう印象はありましたね。なんで僕もユースに入った時にはとんでもなく来てしまったなと、もう入寮させてもらった瞬間にもうホームシックになってね、母ちゃん迎え来てくれっていうね電話をしたぐらい、それぐらいインパクト大だった覚えは覚えてますね、はい。森山監督っていうのはどんな監督さんでしたか？いやもうすごいですよ。すごいって言ったら言葉はもう軽いなって聞こえちゃうんですけど、本当に情熱的で、選手にも寄り添ってくれて人を引きつけるような、みんながこうゴリさんについていく、自分で俺らも結果出すんだっていうね、そういう熱い気持ちにさせてくれる監督だったなと。もちろん戦術はね、いろんな戦術がありましたけど、でもやっぱり一番は人間的な部分で、本当に僕ら個性的な集団をね、熱い気持ちを持ってまとめてくれたなと、接してくれたなっていう印象はありましたね。本当に個性集団だったんで、もうね、前田俊介、高柳で、まあ、森脇もそこに入れさせてもらったら、下には牧野、柏木とかね、もう強烈な、多分ユース時代でゴリさんのね髪の毛は多分500本ぐらい抜けたんじゃないかなっていうぐらいの、それぐらい強烈なメンバーだったんで、本当にゴリさんにはねたくさん迷惑はかけちゃいましたね。なんか印象に残ってる出来事とかってありますか？なんだろう、もう全部が印象的なんで、本当にご飯夕食食べる時も、ゴリさんはね家庭はあったんですけど寮にこう寝泊まりしてくれて、夜ご飯も一緒に選手と一緒にご飯を食べてくれてワイワイをしたりだとか、そういうところは、まあ、全部印象的ではあるんですけどね、まあ、本当にね森脇と牧野は2人はもう5分でいいから静かにしといてくれというふうな話を言われたんですけど、まあ2人は5分静かにすることはできないですよね、すぐ喋っちゃってましたね。まあ本当、森山監督も
もう今 JFA の方で素晴らしい仕事されてるんで、うん、本当すごいですよね。なんでね、ゴリさんに会うたびにゴリさん将来はお願いしますよってこうゴリさんにね声を打ちながらもうお前はいいよなんて言われたりするんですけど、まあ自分もね今後指導者なっていくか何になっていくかわからないですけど、まあ、本当に見習わさせてもらうべきところは盗みたいなと思うところはもう本当にたくさんある素晴らしい指導者ですね。でその当時のチームだと先ほども名前出ましたけど前田俊介選手っていうのが一人その、まあ、いわゆる天才というか本当になんかすごい選手だったというかそのだったなって感じるんですけど、どんな選手でしたか前田俊介。もうおっしゃってくれたように天才でしたよ本当に。いやすごいなって思うぐらいね、まあもう次元が違いましたね。まあ本当に僕らの世代は前田俊介か家永昭弘かと言われるぐらい、まあ2人はねスーパーだったなというところは今でも覚えてますね。本当に試合でも困ったら俊介にボールを預けろっていうのがねサンフレユースの鉄則では、まあまたそれを言ったら怒られるかもしれないですけど、まあみんなね困ったら俊介を見てっていう俊介の個人技で多くのタイトルを取らさせてもらったなっていうのがあるんで、まあ本当に見てても一緒にこう練習で対戦しててもまあ次元が違うなっていう、そういう選手でしたね。牧野選手だったり柏木選手っていうのはそれぞれどんなキャラクターでしたか。2人とももう変わらないですよね。牧野とかも本当にプレーはねもうやっぱり入った時からもう高校の時から1対1が強くて誰にも抜かせないっていうのは牧野のスタイルではありましたし、人間的な部分でももうあのままですね、まあ、本当に明るくて場をね盛り上げようとする根っからのポジティブ人間っていう感じですか。柏木陽介もね本当に繊細な心の持ち主であると思いますけど、プレーに関してはね本当に今と変わらずテクニックもあって運動量もあってっていうそういうプレイヤーでしたね。陽介と牧野の僕は1個上なんですけど、まあ柏木がこう入寮してきた時に、まあ僕1個上なんで先に寮に入ってるんで、その時にはね陽介にいろいろと「陽介関西から来たらしいね」と「ちょっとなんか一発芸やってよ」なんてね無茶ぶりをしてまして、その時には「盛り上げた!」なんて言いながらね一発芸をね喜んでやってはくれてたんですけど、いつの間にか陽介とは立場が逆転しちゃいましたよね。今陽介一発芸やってなんて言ったらね「うるさいよ」なんてね言われたり多分すると思うんですけど、あの当時はね僕がちょっと上に立ってたんですけど、最近じゃもう年下の陽介がもうだいぶ僕の上に行ってますね。先日マイケル・ジェームズ選手にちょっとお話伺ったんですけど、はいはい、彼サンフレッチェ広島ユースに練習参加来てました来てました、ニュージーランドかな。なんかその時なんかジェーム選手とプレーして なんか感じたことだったりもしあれば。マイケルとはもちろんプレーでの印象もそうなんですけど、来た初日にあれどれぐらい参加するだったかな、ちょっと期間忘れたの、多分1週間とかあったと思うんですけど、まあ、来た初日に気合十分で練習をして人工芝でスライディングをして、ここのビフテキっていうのお尻の近くにスライディングをしたら大きく傷をサッカー選手ってよくするんですけど、それめちゃくちゃシャワーとかに当てたら痛いんですよ。でまあマイケルが頑張ってスライディングをしたらもうとんでもない大きい怪我を負っちゃって、擦り傷を負っちゃって、でそのままだいたい傷をしたらお風呂に入ったらバイキンが入ってリンパが腫れて良くないんです。でだいたいお風呂に入っちゃダメなんですけど、マイケル多分それを知らずに傷したままお風呂に入っちゃって、案の定その日の夜か次の日にリンパがバコって腫れちゃって、1週間練習参加しなくちゃいけないのにリンパが腫れたことによって1週間リハビリしてたっていう、何しちゃったのっていうね、その印象は持ってますね。なんで今でもねマイケルと会ったらねそういう笑い話をしながら、マイケルリンパの方大丈夫なんて言いながらありましたけど、本当にプレーの印象っていうよりそっちのリンパ腫らした事件の方がものすごく印象深いですね。なんでマイケルもね片言の日本語でリンパリンパなんて言いながら本当にみんなでワイワイしてましたけど、そんな印象があります。
森脇亮太のことを知ってもらう一つのツールになるな、内容のない YouTube なんで、サンフレッチェだの世間では言われてるのを僕も目にしましたけど、おいおいおい、ちょっと待ってくれと、自分の実力のなさもあって偉大すぎるぐらいのクラブでしたね。まあ自分が応援してるチームを日々全力で応援してもらいたいなと思ってます。